ろきとママとママです。はい、今回は宮城県富谷市にあるひまわりチャンネルがアンバサダーを務めているアミューズメント施設アピナ富谷店に来ております。こちらのアピナ富谷店は109シネマズ富谷のお隣に、つい先日の2023年8月1日にオープンしたばかりのピック新しい店舗なんですよ。こちらのアピナ富谷店はメダルゲーム、アーケードゲームがたくさんあるんだけど、クレーンゲームがたくさんあるあのアピナ新リフ北館店の姉妹店なんだそうです。先日お邪魔しましたね。はい、アピナ富谷店は今までクレーンゲーム専門店を多数展開してきたアピナが数年ぶりに本気でメダルゲーム、アーケードゲームに力を入れたゲーム好きにはたまらないお店になっています。大人気機種から最新機種まで豊富に取り揃えられているんだって。最高だね。もちろんクレーンゲームもたくさん設置されているのでクレーンゲームも楽しめます。はい、お隣が映画館だから映画の待ち時間に遊びに来てもいいですね。確かに。というわけで、はい、今回はアピナ富谷店で英語禁止メダルゲーム対決をしたいと思います。じゃあまずは2人1組で2チームに分かれてください。はい、はい、どうするどうする。え、まあ俺の取り合いなの。この間アピナのクレーンゲーム対決の時は、そうそうそう、対決の時は次はパパがいいですって言いました。パパ本当人気ないね。なんでだろう。分かれましたねチームに。はい、はい、じゃあ皆さんには英語禁止で制限時間1時間メダルゲームで遊び、メダルを増やしてもらいます。制限時間終了後によりたくさんメダルを持っていたチームが優勝です。はい、ただし英語禁止なので、もし英語を話してしまった場合は1ワードにつきメダル10枚没収。10枚？10ワード言ったら100枚だよ。そうですね、そうですね。最後の集計の際にトータル枚数から差し引きますので気をつけてください。なるほど。最初のメダルは1チーム500枚です。よし、500枚ね。はい、メダルコーナーに来ました。はい、そして500枚ずつメダルを持ってますね。はい、じゃあこれからねゲームスタートするんですけど、その前にアピナ富谷店のゲーム担当の中井お兄さんが来てくださってるんで、ちょっとお呼びしましょう。はい、せーの、中井お兄さん。はい、お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 、よろしくお願いします。わからないことがあったら中井お兄さんに聞いてください。はい、はい、思ったんだけど、鈴木さんもそうだけど中井お兄さんもイケメンだね。なんかアピナイケメン率高くないですか。じゃあいきます、よーい、スタート開始。もう始まったぞ。始まりました、英語禁止です。桃太郎、あ、桃鉄。警戒してさ、桃太郎までしか言わないんだ。これやりたい。あ、これやりましょう。ね、え、楽しそうだね。ね、待って、列車も知ってるんだけど。ね、列車も知ってるよ。これやろう。楽しそう。すごい。そんないきなり。じゃあもう俺らもやるか。いや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 。え、大丈夫だって。これで発射。お、え、どうしたそれ。え、あの、ここにコインたち。ここにとりあえず入れるらしい。ここに効果を入れて。効果を入れるんだよ。大丈夫ですか。わからないことあったら中井お兄さんに聞いてください。今のところメダルゲームはな、あの、もう。あ、あ、あ、2個言った、2個言った。ニコイチじゃないの？めっちゃ最高。サイコロ来た。めっちゃ最高。サイコロ系が来た。あれこれ
して。あ、落ちた落ちた落ちた。サイコロ玉落ちるとどうなるの？サイコロ玉落ちると、はい、目的地に向かって進める。おお、なるほど。ちょっとちょこ見ないでダメだ。何を何を掘っていった？あれやばいな。今なんか痛いわもしかして。言ったけど。そっちが1とか言ったか。あ、なんか出てきたよ。メガネエンジェル。あなたこのまま終わるってこと。もう一度。わーちゃん、わーちゃん、わーちゃん、なんで、なんで言った、なんで言った。やった。もう一回、もう一回。うわー、お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 ー、めっちゃ出てる、出てる、出てる、出てる。これすごい、これね、これがこの遊びの気持ちよさですよ。あ、いっぱい落ちたよ、ほら。あ、すごい。なになに、すごい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 、でかい鬼、でかい鬼玉、でかい鬼玉来た。え、取れる貧乏神ついた。あらららららら。大当たり。やばい、貧乏神ついた。よっしゃ。進捗。進捗。これか。でも同じマップで。みんなちょっと言い過ぎじゃない？え、ますますゴールすぎじゃない？てくれ。たちがやってた、遊びができる。叩き合うのやめてよ。決算だ。決算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 3倍になるべき。いやもうね。疲労症。スイカはスイカ日本語です。よし、鬼ハマー来い。はい、20分経過いたしました。よっ、落ちた。落ちるよ、この鬼玉。落ちる。あ、いきますね。いけそう。いやー、何が起きるの、その鬼玉で。そっちに行くんねん。どうなるのか分かんないよ、だって ね, ねえ、あ、え、ほら、ボンビー遊びじゃん。ボンビー遊びこっちに来るの、そっちが落としたからそっちに来るに決まってんじゃん。なんで。あー、もう終わったね。そっちに行くんじゃない。終わった終わった。ボンビー射的ゲーム、貧乏神と射的ゲーム、サイコロ振ってネタ目がヒット、チャンス6回、力6まで練習ヒットで勝利を目指そう。さあ、3、6、5。あ、残念。
さけさけさんけさけけさけさけさんけさけさんけさけさけさん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 が始まりましたよ。挑戦
新しい塔ができて、新しい塔が塔が出てくるって。ビクドもしない。チーム、はい、お願いします。
769枚です。はい、1769枚。すごい、200枚も増えした。すごいね。じゃあヒロピオちゃんチーム、お願いします、はい。1000枚ぐらい引かれるんじゃないかなと思う。100ワード1000枚引かれだから、そっちもなんでそのめっちゃ煽ってくる、ね、いいですか、はい、それぞれ英語ワード、はい、何ワード言ったか発表しますよ。はい、パパマーちゃんチーム、はい、禁止ワードを言った回数は20回。お、20回。少ない少ない。20回です。まあまあまあ、確かに確かに。じゃあちょっと待って、ね、ヒロピー、おーちゃんチーム、80回しったら終わりだぞ。こちらは38ワードです。ー結果は、はい、タパマーちゃんチームが1569枚、はい、ヒロピー、おーちゃんチームが1930枚、はい、というわけでひまわり家メダルゲーム王はヒロピー、おーちゃんチームです。というわけで今日はアピナ富谷店でメダルゲームで遊びました。イエーイ。みんなどうでしたか？メダル王になれてよかったです。楽しかった、めっちゃしゃっくり出た。負けたけどメダルゲームすごく楽しかったし、桃鉄の台がめっちゃ面白かった。あと30分、あと30分あれば逆転しますよ。ほんまにめちゃめちゃ楽しかったです。英語禁止ゲーム俺苦手かもしれない。何回言った、俺一番言ったんじゃない多分。でめっちゃメダルゲームは楽しかった。メダルゲームやっぱ種類がたくさんあって、ママメダルゲーム大好きだから。そうね、この後はカメラマンで遊べなかった分めっちゃ遊んでやろうと思います。みんなも2023年8月1日にオープンしたアピナ富谷店に遊びに来てね。皆さん、チェックをしました。勝った人は明日メダル王になれるかも。フリマーキマイチャンネルの動画を見てね。また会いましょう。シャッフルが止まらない。ちょっと一緒に遊んでこよう。くれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。